今回は新型ヘラックス後期オーバーフェンダーについて紹介したいと思います。前期ではオプションであったんですけど、後期ではなくなってしまいましたが、はじめはつくかつかないかと言われたのですが、つきました。バンパーをつかなければ、バンパーを前期のものにしないといけないと言われたのですが、もうつきましたね。両面テープとアンボルトでついているみたいですね。後ろもこんな感じです。ちなみにマットガードはオーバーフェンダーと同じやつじゃないとつかないみたいですね。つけると思っている方の参考になればいいです。それでは以上です。